こんにちは。日本の達人プロデューサー、山さんです。皆さん、こんにちは、えー。睡眠アドバイザーの舞ちゃんでーす。いやー、あの、結構苦手なんですけどね、実は。泳ぎについては。舞ちゃん、<laughs> どういうことですか今日は。実は今、スイミングじゃなくて、睡眠って言ったんですよね。あのね、やめてよかったことっていくつかあるんですけどね、睡眠に対してやめてよかったこと、ネットサーフィンですね。いや、大切。ね。 だからやっぱ、これ、やってる人多いと思うけど、案外、やめたらいいことの気づきとかね。いや、あの、本当はこれでもいいのよって、いやいや、もうなんか固定観念として思ってることありませんかリフォームで行くと、実は昨日の動画が結構やっぱりちょっと反響を呼びまして、その続報なんですけどね。 ハッチレス推薦人気ですよね。やっぱり便利ですよね。私もやめて大正解。バイアンジュさんよりいただきました。ちょっと業界からすると、えーみたいな。お知らせです。リオダビクリスマスイベント12月8日12時から14時まで銀座6大集合ですよ。もう続々いただいております。私行きます。私も2名で行きます。 あの、2名までお申し込み可能なので、その1回のお申し込みで4人いる場合は2回申し込まないといけないんですが、基本的には1名でいいんですが、どうしても2人で行きたいという方、1枠のところで2っていうのを選べばいけるように設定しておきました。2024年、リホナビ大賞発表しますし、ミニ講座もありますし、 楽しいお食事とみんなで年末ちょっとパーンと乾杯できたら楽しいんではないでしょうか。こんな形で。さあ、このノミネート作品、今日も後ほどお届けしますよ。ノミネートされていく。私のあの時の内容、各種チェックシートを活用してできたビフォーアフター、ずーっとずっとお届けしてきましたん、ね、で、その総集編になりますね。で、今日はですね、アンジュさんからいただいたんですよ。リモー対象うん。ハイプスペースに 名古屋モザイクタイルが貼られてるやつありましたよね。照明やストリング、シェルフが素敵だったオタクに一票。いや、だからね、これからどんどん出てくるのかもしれないですけど、どれだったかなって、あこ、これこれっていうの皆さん、あの、ぜひ LINE にくださいね。で、さらに足を伸ばすだけ。TOTO のフットスイッチ、えー、熊さんだけじゃなく私も使ってます。あ、そうだったって思い出しましたよ、アンさんの。キッチンは TOTO では ありません。ナスラックですよね。とても便利なのに、なぜ誰もこの TOTO のこのフットスイッチ採用しないんだろうと思ってましたので、今回クマさんがお仲間になってくれて、とても嬉しいです。いやー、共感できる方はね、みんなこうなってきますよね。調理台でこう野菜を切りながら、そっと足を伸ばすだけで、鍋に水を溜めようと出しっぱなしにしていた水栓を体を動かすことなく止めることができます。なんかイメージわかりませんまーちゃん。 かりますいつもあの水入れてる最中は、私もじーっと待ってますもんね、無駄ですよね。うん、ねで、止めるとき、ピッて足、足の方が長いもんね、手よりね。なるほどね。確かにこれ、うん、ナンバー3ノミネート、安住さん、確かにあのコンロとシンクの間で水溜めてたら、足がシュッとやれば、ここ、ここにね、そう、だって長いですからね、あのタッフット、うん、こう真ん中押さなくても端っこ押せば。 デザイン推薦にも、んこれこそまさにゼロ動線ですと。また、タッチレスじゃないので、諦めてた、その、えー、海外製、グロエやドンブラハなど、お気に入りのデザインの推薦をタッチレスにすることができます。これ、既存推薦をタッチレスにできたマさんと同じ話だなと。近々私、洗面所にも取り付ける予定です。いややっぱり便利なか,からこそ、今度は洗面所にて。 前ちゃん、これはあんまりあの広がってないんですよ。で、結構、えー、3年ぐらい前の動画でフットスイッチ便利ですよ、フットスイッチ便利ですよって山さん言ってたんですけど、結局はみんなキッチンが凹み収納だからこそ、これに気づいてないんですけどね。その、ある意味凹み収納じゃないキッチンだからこそ、水洗を便利にできる新しい発見じゃないですか、うん。これ、あの、私ちょっと構造を理解してないんですけど、よくあの、洗面であったあの、 電磁弁で締めるとか、ど、ここで締めてると、うんうんってあると思うんですよ。これは、なんか元栓は開けといて、どこで締めてるんですかねいや、気持ちでヒュッてやると電波がピューって、<laughs> ューって水、出るわけないで、ね、電磁弁のところの形で、あそこのところボンと押すと、電磁弁のところで、えっ、ー、と、水が出てくるっていう形になります。うん、安心ってことですね。安心ってことです。うん、はい。もちろん、この電磁弁のところですね。こんな感じで、洗面所にもつける。うん。いやー、なんかこれ結構広がるんじゃないですか、これから。 こう、選ぶキッチンの基準っていうのをフットスイッチ対応。そうなってくると、TOTO クラスとかナスラック。他のメーカーは毛込み収納になってるから、これできませんからね。我が家もゼロ導線。うん。アンジュさんコメントありがとうございます。えー、実はアンジュさんのナスラックのキッチンリフォームを山さんの動画で発見、拝見して、TOTO のフットスイッチのことを知り、作業を決めたんです。本当に便利です。おかげさまで、我が家もゼロ導線です。ありがとうございます。いや、このゼロ導線推薦になりましたね。 えー、当初、ナスラックベルフラワーを検討していて、うん。で、何度もショールーム通ったんですが、コンテンサからフットスイッチ取り付けできないと言われて、もう純正のトートークラスにしたんです。ナスラックのキッチン、とても素敵なキッチンだと思います。いや、もう、あの、アンジュさんができてるからできないことなかったんですけど、やっぱコンテンサによってね、ナスラックちょっと、えー、つながりないとかなんで、加工の仕方わかんないってなったのかもしれませんが、ナスラック、ついているじゃないですか、ここ。 ここですよ。かっこいい。ステンレスキッチンね。こんな感じで。で、えー、アンジュさんのキッチン、えー、新しいそのオーブンを設置したんですよね。これ電気オーブン、アーエーゲ200ボルト、高出力、ピザを焼けたりね。ちょっとしたこう、あのー、いろんな料理ができる。IKEA のこのキャビネットの中にドーンとビルトインしているんです。旦那さんが、 オーブン料理、クッキー、ピザを焼いてますみたいな画像があったのを思い出すかなと思います。そして天板はセラミックトップ、デクトンですね。こちらの方も。ですから、まあいろんな素材組み合わせることができるナスラックキッチンもおすすめです。扉はステンレス、かっこいいじゃないですか。カウンターもこちらはステンレスで、こちらはセラミックのデクトン。奥に見えるのがあの先ほどのオーブンですね。 はい、そして田さんから頂きました洗面所がタッチレス熊さんごきげんよう我が家のキッチンはタッチレスではないんですが洗面所がタッチレスです14年前にリフォームした当時はもうなかなかなれず私もしょっちゅう袖口びし,びしょびしょ事件を起こしておりました舞ちゃんやっぱこれあるんですね袖口びしょびしょだから水洗とか洗う時に <laughs> いや私もあのー、ガラスコートであの前に キッチンの前のガラスをやるときに、で、あのー、タッチレスだったんで、わーって出ちゃったって言って、止水栓閉めて作業したことありましたね。あやっぱりあるんですね。うん、で、ようやく今は、もう、ある程度、14年経って慣れて、滅多に事件は起こらなくなりました。そなるほど。やっぱ慣れが必要ってことで。ね、で、洗面で見ると、これ、例えばファミユー、横にしたりね、あと、上にしたり、ね、さらには、これね、 えー、とうとうオクターブ、下にしたりという形で、このセンサーの位置にもよっても変わってくるのは、まあ、この辺もやっぱり推薦周りの誤作動っていうか自分が意図しないところで出てくる袖口ビしョビしョ問題、これがあるからなのかなっていうふうにちょっと思いました。で、えー、洗面所がタッチです。 カツラさん、はじめまして、コメントありがとうございます。えー、事件、えー、解決の鍵は、慣れだったんですね。これ、熊さんから、カツラさんへの返事ですね。職場や外出先で気をつけているつもりでも、次うっかり、うん、袖口、<laughs> 袖,口袖口、びしょびしょ事件を多発させてしまうんです、私。特に、えー、水泉周りの掃除をしているときは危険でって。ああ、だから、舞ちゃん、やっぱりそういう形で、こういう声は多分、今まで出てなかったけど、あるんでしょうね。 いや、確かに水薦周りの掃除してる時に出ちゃいますよね。だったら、あの、t o の上からだったら、あんまり上掃除することないですからね。立ち上がりの水薦だと掃除する時に出ちゃうかなって感じですね。なるほど。では行きましょう。日本ナビ大賞ノミネート過去作品 バイ、ビフォーアフターから今日もお届けしたいと思います。ナンバー8、のりこさんです。いや、これかどうかわかんないですけどね、アンジュさんがパイプスペースって言ってたから、でもモザイクタイルじゃないのかなと思いながらも、うこれ、トクラスのキッチンで、確かね、コンロとシンク逆にしたような感じします、これ。でね、パイプスペースがこの縦間のところが通路側にマンションあるんです。これ変わってませんこっち側。あー、これだ。 これね。ねで、飾り柱のようにしたっていう感じ。で、あの、オープンの棚で、アンジュさんこれでいいんですかねもしよかったらコメントしたいんですけど、<laughs> え、これもなんか、あの、ナンバイ子さん作品。これもご縁結びでおつなぎさせていただいた経緯なんですが出来上がったところが、<わ>いやー、これパイプスペースに貼るんだって思ってね。うん、素晴らしい。もう他のところももう今から長く言,い言えないですけど、この照明から奥のキッチンの天井の色目から、 素晴らしいです。はい、いや、そうなんですよね。いや、もう、うん、もうすごい。はい。では、えー、こちらの方もいきたいと思います。あどっちもそうなのかなこのパイプスペースね。で、えー、ナンバー9、じゅんこさん。うん。こちらは、宝ですね。収納たっぷり。うん、えこのあたりから結構ね、アイラックが人気で、 このアイラックアイラックってなんかこう、両ナビがその宝押しなんじゃないかみたいな感じでアイラックアイラックみんなもうアンケート取ったらやたら宝みたいな時期がこのアイラックから広がってきたなって印象があるんですけれどもアイラック水切り便利ですよ使ってみるまでソフトクローズだと知りませんでしたゆっくり降りてくねこの棚の下に水気トレーがついてるんですがこの棚の下取り外しが硬いしこまめにきれいにしないと不衛生なので私はここに溜まるのは嫌なので最初に外して 水切りマットを敷いてて使用してますおこういう声でしょまいちゃん、欲しいのはみんながあ。水受けトレーが、とりあえず水浸そこに溜まると嫌じゃないですか、うん、汚れが固まって。敷いちゃったってことですね。そうなんですそ<う>あの。そう、そんな感じで。 忘れずにコンセントをつけていただきました。あ、コンロ前にね。でカバーついてますね、これね。油などの、えー、飛び散り防止にカバー付きでお願いしました。調理後の、えー、拭き掃除も簡単です。排気口カバーはネットで購入しました。耐熱、耐火重ともに丈夫なもの。あ、そっかそっか。物置いてもね、ステンレスのね。耐火重も。グリル使用時は外すのを忘れないように工夫しています。で、鍋式の裏にもね、マグネット貼ってペタってで。このあたりからね、マグネット、マグネットって。やっぱマグネットいいねって。 なっていきましたね。ナンバー10、かずみさん、壁付けキッチンからの憧れの対面へ。うん。えー、こちらの方も、まあ、やっぱりガラスのパーティーションがあって、ペンダントライトがあって、そして天井が木目、そして畳からの フローリング、対面、壁付けから対面、いろいろ変えますよね。ドマを床割りへってね。やっぱりリフォームならではの今までの困ったを解決してます。洗濯機置き場は全体がドマだったの、半分を床作っていただいてフローリングにして、キッチンからそのまま洗濯機置き場へアプローチ。ーこれで便利になりました。あい<ー>ちゃん、やっぱりこう、今までの内容、生活スタイル変えることができるようなリフォームの強み、うん、醍醐味ですよね。 やっぱり事前に皆さん悩みをしっかりこう軸というかね、自分の悩みを解決したいのをまとめてたんでしょうね。うん、そのためのチェックシート、えー、こちらの軸をしっかり作っていっております。ナンバー11みちおさん、ビフォアはお風呂の扉が若干右にずれてちょっと入り口も狭くて不便だった。このビフォアの脱衣場、よーく見ておく。 ください洗面所もカアフター、広くなった俺の扉、ね。さっきちょっと右に寄ってたところがちゃんとうまく是正されていて。でね、注目は、舞、ま、ちゃんもう気づいてますかこれ、ね、ビフォーはカウンタータイプでしょこのカウンタータイプなんだけど、カウンタータイプのね、洗面所高いじゃないですか。 ドン東東洗面台の策は、私はやっぱり仮面を染めたくて、そうなるとやっぱり陶器ボール一択じゃないですかと。サイズどうするかって色々調べて、75センチ、ね、それ以上壁壁できないでしょで、残りをこの造作でカウンター券オープンなら作ってもらいました。メラミンの棚をうまく貼ってくれたので、多少の水はねも OK です。色は全く同じではないですが、なかなかいいと思ってます。まえちゃん、これ、これ、これがなんか、 なんかこう新しい洗面のスタイルかなと思うんです。うん。こんな、これもう造作っていうかこういう商品なのかと思っちゃうぐらいぴったりうまくできてますよね。だからメーカーがこういう商品用意してほしいですよね。うん、普通に陶器ボールでね、ウォールトゥウォールにする方法って。で、 え、前の釣り糸についていたコンセントを活かしてもらい、そのまま配線持ってきて、このミニヒーターを使うときに使ってます。まあこれもカバー付きでこういった形にしておりますね。タオル掛け側の壁には、ドーン上から下までキッチンパネルを貼ってもらいました。水跳ねも安心。このあたりでね、まだマグネットパネルってあんまり広がってなかったかもしれないけど、このパネルをどんどんリホトモさん、えー、リホナビを見てですね、採用して、これで今世の中的にもショールームまでそういった貼り方まで提案して、 とうとうレストパール、えー、壁の隙間がなくなってすっきりあパイプスペースのとこね釣り糖をなくしてアクセントクロスにしました色を迷いましたが茶系でまとめましたまあじゃあこれも綺麗にシンプルに仕上がってますねうんあの床の色と壁のアクセントとねあとはあのチャビネットの色もあの合ってていいと思いますここからね 第一世代からね、アクセントクロスもね、どんどんいろんな形で楽しくなってきますから、またこの後のノミネート作品<あ>楽しみに。ナンバー12、K73、壁付けキッチン、釣り戸棚なし、もうこの辺からね、 いや、対面キッチン釣り戸棚なくして LDK 広くしよう。壁付けだってなくしましょうよっていう話になったわけですよ。そのために、このキッチンは、こんな感じ。シンク側、釣り戸棚がないので、手元と、あ、確かになかったですね。手元との腹に子供が使っていた電気スタンドを置いてます。<laughs> タオルは、えー、ホームセンターで買った木の棒にかけてます。面白くないですか、これ。電気スタンド、すごいですね。そんなとこにあ、でもシルバーで合ってますね。 なんかね、うまくね。で、えー、コンロ側、レンジフードの上は地味にここにいろんなものを置けて便利です、えー。こういう使い方、いろんな形でカスタマイズされてますしね、この壁面の、まあ、アイアンのこの、 えー、レードルとかいろんなものかかってクッキングペーパー便利じゃないでしょうか。そして、<あ>冒頭レストパル。棚があるので背面集の床とアクセントクロスの、まあ、連続性、白になっているので、ここがなく、棚をちょっとグレーにアレンジしようかと試案中です。紙巻き機やタウリング、もっと好みのものに変えたいと思います。レストパルがどんどん結構増えてませんでした、このあたりから。いや、もうレストパルはもう私が、 ね参加した頃にはもうレストパルはもう大ヒットアイドルでしたよね。だからどん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 ね、みんながね、うん、普通はトイレ新しくしました、節水ってやってるんですよ。でも、リホトモさんはネオレスト、さらにはレストパルってね、のいろんな付加価値のところ、そしてアクセントクロス浮かせて、ついに浮いてる光まで。 ナンバー13、マリコンさんから頂きました。トクラスキッチンです。トクラスキッチンって当時はまだね、あんまり広がってなかったのが、ちょっとリホドムさんで、この辺りぐらい走りでね、あの前もちょっとコラージュは言いましたが。で、マグネットパンズ。 だから、えー、マグネットパネルは、えー、ベッド手配、公務店でね、トクラス持ってないから。で、えー、キッチンはトクラス、サイクロンフードがあるじゃないですか。引き出しに片付けられなかったので、今回リフォームしてスッキリすることができました。そして後ろ、カップボード。カップボードキッチンメーカーで行かなくてもパモーナとか、アやのとかありですよっていう話をしてました。キッチン背面もカップボードを購入。山さんおすすめの、アやのです。いや、アやのいいですね。 そして、最後、えー、今日もまとめをくまさんにいただきましたよ。有力候補は。リフォーム対象。どなたのリフォームがノミネートされるのか、もう今からワクワクしています。最近紹介された、えー、ジュンさん、あのー、クラッソ。 えー、ペニンシュラありましたね。マオモブさん、ありましたね。ルームツアー。素敵なリフォームは間違いなくノミネート。有力候補だと思いますが、博多オフ会の富和美さんのリフォームも予算配分をうまく考えられた素敵なリフォームだったと思います。なるほど。よく見てますね。博多オフ会の皆さん、インテナセンスレベルが高くて、本当に素晴らしいです。いやもう、これ熊さん、あの、オフ会行ったから、なおのことみんなのやつ気になって、いろいろこう、思いもひとしおずでしょうね。そして、ユーミンさんの離島リフォームも素敵でしたね。よ、渋いところ。 行きましたね。もうそこまでいくとかなり幅が広くなってきますよ。<laughs> 記憶と記憶力との勝負桂さん、シリーズもとても良かったです。リフォナビのビフォーアフターはリフォームの家庭やストーリーも一緒に紹介されるので、桂さんのお1人が、えー、お人柄が伝わってきて大好きなシリーズでした、えー、リフォーム完成後のキッチンに腰掛けてくつろいでる桂さんの気持ちが伝わってきました。私もキッチンが出来上がった時、同じようにずっとキッチンに座っていました。ああ、そうなんですね。 家事職人さんのリフォームも迫力ありました。古い建物を壊すのではなく、100年維持できる建物に、と、住民一致で、えー、取り組んだ大規模リフォームの糧これからも家事職人さんのお人から伝わってくる名作だったと思います。そして、山本さん。<laughs> 忘れていませんか ?2024 年、リフォナミで忘れていないリフォームがあります。舞ちゃんのリフォーム舞ちゃんこれ、ねえ、あの、コモンさん、あの、ちょっと、あの、寄ってませんかこれ、意見が。はい、大臣、リホォトムさんの指示を受け、その後、多くのリフトモさんの内装の参考になった舞ちゃん家のリフォームは、間違いなくノメートに値すると思います。我が家のキッチンリフォームでも舞ちゃんのリフォームを参考にさせていただきました。どうか、どうか遠慮なく候補に加えてあげてください。<laughs> ということで、番外編で舞ちゃん、ちょっと枠変えて入れときますね。素晴らしい。 全国から続々参加、もう、こちらの方、えー、ヤさん、絶対皆さんとここでね、 えー、楽しいひととき過ごそうと思って何回も言いますがドレスコードなしなしもう気軽に来てくださいもう間違いありませんえー、リホナビとともに素敵な、えー、年末そしてクリスマス楽しみませんかリホナビ大賞、えー、こちらの方で発表させていただきますもう今からずっと、えー、年末、えー、12月に向けてどん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 ,どんこの過去の、えー、皆さんのやつを振り返っていきたいと思いますそれらを見た上でこのリホナビ大賞に参加いただく、えー、そんなスタンスで、えー、見ていただけると楽しんでたいただ 開けるんででではなないんでしょうかこんな形でねねいろいろありますよ、ね、もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックです。各種チェックシート、そしてご縁結び、リホナビが選ぶ安心業者一人一人一1社をおつなぎさせていただきます。お申し込みカルテに聞いて、詳細な情報をヒアリング、あなたにい、えー、お会いした、えー、その内容をもとにおつなぎさせていただいてます。まずはリホナビリホナビライブラリ、お困りごと相談、こちらの方、もっと暮らしを楽しもう。チェックシートブックです。あ、そうそう。 えー、よく、あの、聞かれるの。LINE で質問ってどこでするのっていう形なんですよ。そのコーナーがこの画面にあるんじゃなくて、このテキスト。テキストって左側のところに矢印。ここをポチッと押すと、普通の LINE のように使えますんでね。そこで、えー、ご質問いただくような仕組みになっております。もっと暮らしをお楽しみく LINE 登録で定期的にプレゼント配信してみます。ぜひ QR コード。LINE の登録はこの QR コードをカメラで読んで、友達追加、えー、コメントスタンプくださいね。 ということで、今日もお届けしたのは、昨日に引き続き、うん、タッチレス推薦もやっぱいろいろあるし、タッチレスじゃなくて、ゼロ動線のフットスイッチ。舞ちゃんいかがだったですかいや、あの、フットスイッチ使いたくなりましたけど、思わずちょっと振り返りますけど、うちはやっぱり手込み収納なんで無理かな。 あとは、えっ、ー、と、ノミネートもね、やっぱり見れば見るほど思い出すので、なかなか、ちょっと私は、日本鬼子さんのね、思いっきり自分の趣味に振り切ったあの、マリメッコとミッキーのディズニーのね、クロスの組み合わせもね、あれは好きでしたけどね。 いや、そう、みんな思い思いあるでしょその内容をちょっと、くださいね。め、あの、メッセージで。そこが枕にして、そこが、あの、紹介の前の、いきなりノミネート作品じゃなくて、皆さんからの感想とかコメントとか、まあ、この動画で書いてもらってもいいから拾いますんで。ということで、気軽にその、思いとか、これが良かったっていうのを教えてください。忘れちゃってるでしょみんな。そういった面で、どんどんどん、どんリホナビ大賞12月、えー、こちら、えー、向けてですね、どん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 皆さんで加速して、えー、盛り上げていきたいと思います。そして、えー、お申し込みはいよいよ11月。 の8日18時、からといいいう風になっった LINE の画面で待てておいてください 18, 時18時にちゃんと予定しておかないと取れませんからね。ということで、えー、ぜひ皆さんからの多数のご参加、飛行機もまだ取れますよ。ということで、行きたいと思います。素敵なリフォーム、せーの。必ずできる、いってらっしゃい。いやー、そっかそっか、沸騰スイッチありですね。